正でございます。マルティニックの AX73。AX73 ってね、その昔87年の頃にですね、赤井から出ていたアナログシンセなんですね、これ。それを、ね、こういった形で蘇らせたというやつですね。いくつかの音色を言ってみましょうか。ここにね、キーとセッティングとかね、この音色のこのね、いろんなパラメーターと、こういうプリセット。プリセットもね、こういうファクトリーがもう莫大な数あるんですけど、その中から、でいくつかフェイバリットを選んでやってみます。デュアルで乗ってね。なるほど。セッティング見てみましょうか。これアッパーとロアーで、ね、2つの音色があると分かるね。ミシオと一緒になって、なるほどね、こういうのってんだ。非常に分かりやすいアナログって感じですね。エフェクトが効いてね。ここにエフェクトがあるんだ。Yeah.
聞いてるわ。なるほどね。しっかり作られてますね。こっちで簡易エディットができるな。だからアルペジエーターがねなってるという、ね、まあこれもアルペジエーターが効いてるね。なるほど。素晴らしい、うん、なかなかこのマルテニックと X7000 よくできてますね。あのデュアルでアッパーとロワーを組み合わせて複雑な音継ぎをしていきながらエフェクトで料理をするという、うん、とても良いと思いますね。マルテニックの X7000 でした。